名古屋栄ではタイの食や文化を楽しめるタイフェスティバルが開かれています。タイ政府が認定する公式イベントで、会場にはガパオライスや米粉を使った焼きそばのパッタイなどのキッチンカーやブース50以上が並び、異国情緒あふれる空間となっています。レトルトのタイ料理などを紹介するブースでは試食も行われたほか、 タイ古式マッサージのブースもあり訪れた人たちは思い思いにタイの文化に触れていましたタイフェスティバルは今夜8時までです